さあ、それではTears of the Kingdomの続きやっていきます。さあ、今回もゲルドコーチ眺望台からスタートして、今回はこのカルサーダニをもっと奥の方へと進んでいこうと思ってます。というわけで、これは今のうちにやっちゃおうかな。よし、じゃあ出発。この眺望台は本当にいろんなところにアクセスできるから便利ですね。なかなかこういう雪山って大変なんだけど、こういうところは嬉しいかな。あ、ちょっと待って、すいません、プロモードのままだった、ごめん。そして寒い。じゃあ足元あったかくしてと、この辺りはサフィアス大地だっけ？うん。何かないかなと思ったけど、ちょっと暗くてわからないかな。うん。諦め。お、宝箱を感知。滑空度もいるね。というか、君か。うん。よし、じゃあ早速、だよね。あ、しまった、普通に落ちてる最中にやればよかったかな。なんか増えてない？ん？どこ？おお、ふう、場所がわからなくなってしまった。うん、まあそれはともかく、ここ、わわわ、見えない、滑空だがいる。うん、よし。お、うん、なるほど。ふう、そんなに急ぐ必要はなかった。よし、なんだか草玉がいっぱい落ちてくる。うん、木箱はどこに行ったんでしょう。反応を見るにこっち。ん？あ、これ。よし。さてと、あれはおしゃれな人は一旦スルー。前はこの辺りまでは来たんだよね。うん、でここでバナナをあげてという展開でしたが、じゃあここ行こうかな。これは55薬。レベル230分。はーい。逆にそれだけ食べてハート4分の1しか回復しないんだっていう感じだけど、じゃあカリッと。火炎の実よりかは電気の実の方が良かったかなとか言って思ったけど、まあいいや。火炎の実って割と使うからね。うん。お、ソリ。これはでも上の方には行けないよね。降りる用かな？一応チャレンジ。おおおおお、ダメじゃん。やっぱり
基本的には滑り降りるようかな。砂のあるところ、この辺りだったらいけるかな。うん。お、これはなぜこうか。リンゴがあるかと思ったら滑空だな、お目目だ。うん、よし、じゃあこれはよ、意外としぶといな。武器の選択、まともにしてある武器があんまりないので、ちょっと待って。素材、お前らなんてちょっと弱めの素材で十分だぜ。兵隊ゴーレムの角、よし、なんか手斧の結構こうしてみると意外とかっこいいかも。うん、やはり石器は素晴らしいという。よし、キノコがいっぱい。うん、さてと、この高さはここだね。こう、うん、じゃあ大丈夫かな。下から覗いてみて、うん、よし、じゃあさらに奥の方へと行きましょう。お、砂の上だったら一応走れるかな。よし、お、ポカポカだけ。うん、お、イーガダンのアジト、ここがイーガダンのアジトか。ああ、ワトルさんってどこであったっけな。確かブレスオブザワイルドでその割れたハートのニセラブポンドのあたりにいた人じゃないかな。うん、あの、ここでかっこいい技ドトンの術を教えてもらえるって聞いたんですが。お、うん、帰れ、ここはイーガダン院しか立ち入りを許されていない場所だ。僕、かっこいい技を覚えてモテモテになりたくって来たんです。やっぱそういう流れなんだ。うん、我らは隠密、甲賀様に忠誠を尽くす者の集まり。素性は問わぬ、求めるものは情報能力と強さ、あとは忠義のみ。我らの3つの支部を回り、装束を集めたら仲間として認め扉を開こう。うん、技を教えるのはそれから。以上だ。あ、情報それだけ？三つの支部の場所は？装束って？うん、おいおい、嘘だろ？ママが？ワトルちゃんなら一発合格よ！なんて言うからここまで来たってのに。一発合格どころか、ほぼ門前払いじゃんか。でも、いい画壇に入ったら、かっこいい技を教えてもらえるっていうし、そんな技が使えれば、絶対モテモテ。ん？いや、君もイーガダンに入りに来た口？うん、どうも。三つの支部ってのを回って、装束を集めないと仲間だと認めてもらえないってのは知ってる？命を落としかねない危険な入部試験、入団試験らしいから、やめといた方がいいんじゃないかな。競争相手は少ない方がいいし、このぐらい脅しとかないとな。
おう。そういや、北東のアッカリ地方にあるなんとかって研究所がイーガナーに乗っ取られたって噂があったけど、もしかして…あ、いなくなった。エピソードチャレンジ、潜入イーガナー。まさかの?ワトル君を追っていくっていうエピソードがあるというのか?3つの支部を回り、イーガダンの装束をすべて集めた。これさえ身につけていれば、イーガダンのアジトに入れるはずだ。なるほど。そう言われると、ちょっとワトル君が気になってきますよね。ここにワープマーカーを一旦置いて、様子を見に行ってみるか。よし。でもその前にまずは上もチェックしておこうかな。さてと、イーガダンアジトの上部には、うん、コログはちょっとパッと見はないな。うん、まあ大丈夫そうかな。よし、じゃあアッカレー地方の古代研究所に行きましょうか。遠いな、この速度でワープしたら絶対追いついてこれないでしょうと思うけど、洞窟から上がればいいか。さてと、洞窟。ここ、おー、北カレ海岸の洞窟。もうちょっと奥まったところまで行かないと。違うんです。ユンボー使いたかったら、ユンボー。ふぅ。なかなかの強敵。やはりエレキースが最も厄介な相手なのでは?ここから行けるかな?お、めっちゃ斜めなところに出てきたな。思ったよりか、全然上の方に行けないじゃん。これだったら、この、日がっかり馬へと。から行けばよかったかなーみたいな。もうちょっと奥まったところに行けなかったっけ?ここからこう行くのは覚えてるんだけど。実際こうなっちゃってるから、頑張っていくしかないんだけど。ふう、なんとか着いた。久しぶり。ワトル君はいるかな?おや、誰も特に姿が見えないが、イーガダンは基本的にリンクには敵対してるけど、いつでも団員募集って感じなのかな?もうちょっと、戻ってみたけど、誰かいるぞ。これは普通にイーガ団員なのでは?迷ったみたいだ。知らない。本当に?以前あなたをゲルド砂漠のあたりでお見かけしたと思ったのですが、なんだって?さすが諜報活動が専門というか得意。たった今そこから来たばかりですけど。天国にいる我が主のもとへ。多分、甲賀様そんなにね、死んでないと思うんですよ。逃げろ。あ、いた、だ、だ、だ。ぐるんぐるん。お。なんか違うやつもいない?
モリブリンだ。なんか斬撃の軌道がすごくなんか一応リンクを狙ってる感じなのかな。うん、残念ながらワトル君はいないみたいなのかな。うん、なるほど。日がっかれうまいと久しぶりだな。やんやん。うん、最強の武器を見せてくれって言ってた人いたな。なんかあそこでモーリブリンが盛り上がってる。ああ、まんじゅう、まんじゅう今はいらないっす。いないわ。うん、肉丼、チーズ肉丼は作ったんだよね。あ、そういえば最近料理をねまた頑張ってるんだけど全然なんともならない。米、とにかく米と何かをひたすら混ぜてるんだけど全然レシピがその当たりません。ついでだから回復しておこうかな。キノコおにぎり。やんやん。あ、チャビーさん、この人だ。いないと思ったら普通にいたわ。うん、ああ、これは特に、はい、なるほど。最初にマスターソードを持っていったらどうなるんだろう。マスターソードってスクラビルドができるからやっぱり、でもスクラビルドしてもさ、イベント的にはこう普通に剣を見せるだけになるよね。うわー、気になる。なるほど、そういう遊び方もあるのかな。うん、じゃあ古代研究所に戻りましょう。さあ、ようやく戻ってこれました。というわけでコンコン。シェイ、たく誰だよ。シェイって言い方、こっちあの旦那さんみたいな感じだけど。シェイ、リンクだ、リンクが出たぞ。お、あれ、それ避けられるんだ普通に。うん、おー、ふん、スタタ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 、ちょっと待って待って、どっちどっち、あーくそ。連携プレイにしてやられた。あれ、ここやってなくない。まさかの。おお、そっち？でや、どうでーい。もう一回。ふう、なんだ。こういうのあるんだ。ワトル君を追ってここに来たの大正解じゃん。まさしく何が起こるかわからない。一瞬なんていうか損したかなとか言って思ってたけど。これは気づかなかったな。そっか、カエルがさ、基本的にはこうアジトに対して正面を向いてる。まあアジトに対して正面を向くのはちょっと逆か。お尻を向けてるんだけど、ここだけアジトの方向いてたんだね。あー、これは気づかなかったわ。ありがとうワトル君。というわけでこの辺りに雑に置けばなんとかなるはず。なんともならない。はい、おお、うん、確かマリッタ支部の方ではこれやったっけ。この辺りやってないな。あるかもしれない、ここに。なるほど。あとは始まりの大地
のこの辺りか。でもここは一応いるにはいたよね。でもカエルたちは要注意かも。返してください。たまにお供え物をもらっていくってのはよくわかんないけど、言い方なんだから相手が。うおー、オルドラの角をください。これはしっかりと射程を伸ばして、こっち来て、こっち。おー、空気読める。ノーバウンドキャッチ。うん、そう言われるとこの辺りコログ結構いるのかも。そうだ、お面をつければいいのでは。他にも、あ、ちゃんとこっちはあの外側見てる。おー、いいね。とりあえず中に入ろう。お、誰もおらん。ワトル君もいない。もしかしてそのこういうところにさ来てないでおくと、ワトルもここにいて次の支部に行くとか言って言い出して、そういう感じで3つの支部回ると彼もイーガ団員としてなるみたいな、そういうパターン。よし、じゃあ早速コログのお面。反応なし。なるほど。どれぐらいの範囲で反応するんだろう。あー、ごめん、壺をめちゃめちゃ吹っ飛ばした。うん、この辺りは、うん、馬神様の周りは一応見てたつもりだけど意外と見落としがあったりして。うん、でもここに来てよかったな。あれは見落としてましたね。あ、ここは下から上と上げたポイントか。じゃあちゃんといたんだわ。うん、いつぞやはお世話になりました。あ、だったよし、じゃあワープマーカーで戻る前にマリッタ支部の方に行きましょう。お、宝箱を感知。あれ、宝箱なんて置きっぱなしだったっけ。うん、怪しげなところはこうやって見て回っていこう。あれ、ん、宝箱、え、こっちなの。この辺り、普通にある。全然気づいてなかった。やっぱり当時はなんかセンサーを持ってなかったのかな。王家の剣、これはいらないかな。うん、じゃあ斬新の太刀はミネルさんにあげよう。このバリアミネルに乗ってるとまあそんなに時間変わんないというか長くなったりはしないな。さてと、カエルさんたちがいる近くで、お、反応あった。これかよかったよかった。これは気づいてなかったな。ワトル君に大感謝じゃん。
雑雑に置いてみよう。あ、ダメ。意外と厳しい。ここの子は厳しい。なるほど。これであとは始まりの大地はまあ行ってみるか。これやったっけな。まあとにかくこの雰囲気だと同じつながりがあるはず。マックストリュフ、うん、ややく、甲賀様油断するな。うん、なるほど。何者だ、貴様はリンク、また来るとはいい度胸だと。もうリンクにこの場所バレちゃってるんだから、もう諦めなさいよ。あ、見えない。なんだ、どこだ。そこだ。ドシュ。おお、さすが幹部、硬い。よっ、ヘッドショットはできなかったけど、よし。うん、バナナくださーい。あとは人が捕まってないかをもう一回チェックかな。うん、消えんの早くない？よし、誰もいないかな。うん、ワトルくんがどういう感じでまた絡んでくるのかはすごく楽しみ。よし、じゃあマリッタ支部のコログも回収したから始まりの大地に行きましょう。こっちから行こうかな。さあ、始まりの大地支部、カエルちゃんはいるかな。とりあえず、わあ、なんかさ、ここに、ここ、あ、待てよ、でも今のは鳩か。うん、まあとりあえずここになんかいつの間にか変なレリーフみたいな。おわ、せよ、キャッ、ファ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 、今日何度目かのファファファと。おー、ほっなー、ジャンプ、危な、おえー、見えない、ミネルさんは見えない。おへぇ、ふぅ、よし、うん、波場と、このすぐ近くにはないようだが、流れで言うとありそうな。うん、ここ波場とちゃんがいるあたり。あー、やってあるわ。これに気づいて他のは気づいてなかったのは結構落ち度なのでは。いや、でも、ここだけっていう可能性もあったしな。当時は全く気にしなかったんだろうね。なるほど。いやー、ワトルくんがいてよかった。まさしく家福はあざなえる縄のごとし。なるほど、よし、じ
じゃあ何か作っていこうかな。米、とりあえずバター、岩塩は あえて入れない。マックス系かもしれない。でもこれだと普通のおにぎりになっちゃいそうだな。バターで油を加えるはちょっとやりすぎって感じがするかな。これだとチーズ専業なんちゃらになっちゃうんだよね。じゃあシンプルに米とバターと魚、マックス海鮮おにぎり。はーい、よし、まあいいでしょう。じゃあこの辺りはこれで OK かな。うん、自分でもうすでに3つの支部を回っていて、わざわざさ、また他の支部を見に行くっていう、そのなんていうかプレインスタイル的にはめんどくさいことやってよかったなって心底思ってます。よし、じゃあ次行きましょう。とりあえずこれで3つ回ったので、一旦イーガダンアジトに戻って、幹部試験はねまだパスしてないってことなんだけど、様子を見に行きましょうか。さてこのも、あ、ちょっとセーブしておいた方がいいかな。分岐的なものが発生するかも。ちょっとお待ちください。よし、じゃあ再開していきましょう。というわけでこっそり着替えも行って、ご用だご用だ。お、お、あ、お、お前は団員に次ぐリンク来襲、リンク来襲、直ちに臨戦態勢に入れ。おーおお、近い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 。アジトを守るイーガダンの警護隊。おお、こういう交戦状態になるんだ。うん、風切り場の剣付き風切り場の剣。おお、強い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 。いたたたた、いいよ。うん、あ、止めた止めた。おお、いいぞ。ギャー、すごい。ゴリ押しもできる、できないんだ。侵入者が確認されたため、アジトはしばらく閉鎖する。いやいやいや。結構厳重じゃん。なるほど。うん、あれ紐を引っ張るとちょうど覗き穴がね、こことここがつながるようになってるんだね。なるほど。他に侵入方法とかってあるのかな。うん、その上気になりますね。といってもさっきコログのお面で反応がなかったからないだろうけど。うん、そっか、裏口から行くっていう手もあるのか。どうしようかな、裏口が開いてるかどうか見に行こうか。前作だと裏口は金属製の扉になっていて、マグネキャッチって能力がないとダメだったような、そんな思い出がありますが。うん、お宝もいっぱいありそう。しかししばらく閉鎖するとは一体どれぐらい待てばいいのか。さすが忍びスーツ、夜は早い。うん、お、普通に祠がある。これはコログがいっぱいいそうだな。いっぱいというか、まあ1、2体はいそうな気がする。ほう、前作ではここであれやこれやがありましたな。うん、ここが裏口なのか。うん、
チカルでもなんかでも会話することができないな。うん、なるほど。祠は祠としてまたそのなんていうか別みたいな味とは。うん、気球がある。ここからそのイーガ団が降りていってるっていう設定なのかな。なるほど。よし、じゃあ一旦時を戻して変装してそのイーガ団の入り口に行ってみましょうか。ただいま戻りました。よし、入れ。普通に入れちゃうん。潜入イーガ団、3つの支部を回り、イーガ団の装束をすべて集め、イーガ団のアジトにいつでも出入りできるようになった。いつでも？これ服脱いだらどうなるの？あ、さっきみたいになるか。おお。ドキドキ。とりあえず目上の者には挨拶。その真新しい装束、入団希望者がいたと聞いていたが、お前のことだな。こんな短時間で3つの支部を回ったとは。あれ、それはさっきのワトル君のお話なのでは。見事だけ伝えておこう。このアジトは我らイーガ団の地底進出の要。特殊なパーツを使った乗り物の研究や団員の訓練などを行っている。説明は以上だ。あとは自分の目で見て覚えろ。は、はい。新人のふりしないと。うん。もう説明はいいだろう。さっさと行け。はい。お、く、甲賀様。武器の手入れは暗殺の基本。武器が欲しけりゃここに来な。まあ仲間からぶんどるってのもなしじゃないけどな。仲間からぶんどる、うん、他の武器を使ったっていいんじゃないの。まあ暗殺としてはそういう武器の方がいいのか。うん、こうしてみると刀でっかいな。買い取って。うん、まさかの忍び目玉焼きライス。うん、乗る。はい。まあまあこれぐらいでいいかな。はい。新人には優しくない。お、へへへ、このトゲの圧迫感たまんねえ。あんだてめえ、ジロジロ見てんじゃねえぞ。まさかこのトゲを狙ってんじゃねえだろうな。トゲ、この圧迫感を楽しんでいる不思議なイーガ団構成員。トゲを買いたい。今回仕入れたのはお気に入りの尖り具合だったんだが、こっちも商売だかんな。仕方ねえな。じゃあ100ルピーよこしな。やっぱやめる。いやいやいや、ビビっちまってかわいいね。うん、買ったらどうなるんだ。うん、買う。ちっ、また仕入れねえとな。しまった、買う前にこれ触ることをやればよかった。俺としたことが。まあ特にいらないしな。お、狙うは敵の急所。新人のくせに案外目利きだな。2連休か。88ルピーだ。払えるか。いえ、ちっ、冷やかしならよそでやれ。武器売ってるのちょっと珍しい。狙ってんのは弓矢かい、それとも俺のヘッドかい。おお、言うね。冗談だよ。はい。俺の嫌いなやつを教えてやろうか。無駄に群れたがるやつと無駄に話しかけてくるやつだよ。わかる。ごめんなさい。お、これはこの先に何かがありおかん。うん、しかしこんなところで火を起こしたらちょっと大変なことになるのでは。うん、これは
特に何もないのかな。うん、おたまんねえな。おどれも上物だぜ。やめとく。お満足かい。おここにある物は上物ばかりだ。たんとやってきな。おお、やってんねえ。香りだけ楽しもうってか。好きもんじゃなく物好きだったか。なるほど、うまいこと言うな。それも一つや二つではない。全部行くのかい。はい、満足かい。こんなに買ってくやつは初めてだよ。まあ、ちゃんと楽しんでくれや。残りがだけ楽しもうってか。好きもんじゃなく物好きだったか。残りがだけ楽しもうって。オチがつくね。うん、じゃあどうしようかな。とりあえずこれください。自分の2ぐらい整理してから来いよ。させん。マスターソードは出せない。出せないで。はい、見りゃわかるだろ。もう売り物はねえよ。はい、かあ、優しくない。トゲ、売れちまったか。せっかくトゲの先端を向けられた時の圧迫感を楽しんでたのによ。うん、たまになんていうか、そのホラーゲーム、なんだ俺は今甲賀様を襲ったリンクの野郎をどんなトゲで痛めつけてやろうか考えてるところで忙しいんだ。はい、だ痛めつけられた。しかも勝手に。木の矢全部。はい、荷がいっぱいだと。舐めてんのか。俺のヘッドショットお見舞いしてやろうか。そう言われてもな、これ買えないよな。うん、まあでも言い方のその買い占め台詞なんて特に頑張って聞くほどのことでもないな。うん、じゃあ申し訳ないんだけど、俺このトゲ勝手に触った時のリアクション聞きたいから、一旦戻れこします。よしで、挨拶しない。太いずぶとい新人。ぐっさー、いや驚いちゃった。でもまた俺のお気に入りに勝手に手を出したら本当にぐさっとやっちゃうよ。はい、やっぱり言いがたいってちょっとみんな変な感じなんだ。たまんねえなあ。これはいたずらできないだと。冗談だろ。へえ、さっきのトゲはなんとかできたのに。意外。うん、というわけでここに松明がございます。うん、そしてここに簡単に燃えそうな布があります。おお、いいね。てか誰も何も言わないんだね。そっちの方がちょっと驚きなんだけど。斬新の小刀、特にいらないけど一応取り出しておこうかな。よし、燃やせそうなものは今のところだけかな。うん、前作とはちょっとルートが違うっぽい。うん、なるほど。じゃあ奥に行こうかな。特に幹部なんちゃら、あーなんか懐かしい。やっぱこっちで合ってたか。俺が方向音痴なだけだった。おお、ほうほう、中には宝箱もあるし。ぬ、そこに
亀裂がある。どうにかしてそこに入る方法、通れるふだろうか、それとも違うところから来るのだろうか。うん、お、何これ、兵器開発拠点みたいな。うん、お、あーごめん、おい何やってる、それは修理中の車体だ、触るんじゃない。それともお前がパーツになるか、怖いこと言ってくる。うん、よ、もしかしてこれ直してほしいっていうチャレンジが出てくるんじゃないだろうな。ブイブイ。うん、エネルギー供給がないみたいですよ。そこにあからさまになんかあるしな。うん、なるほど、空気を読んでくっつけてもいいのかな。あとはこの太陽をここに装着させて、外れないようにしっかり固定して。なんだ、黙って近くで見られちゃ集中できないだろ。こっちは地底班が壊した装甲車の修理で忙しいんだ。それともなんだ、俺様が作ったこの極悪装甲車トゲックスが気になるか。トゲックス、特に。貴様、今度胸口叩いてみろ、お前を装甲車の正面に貼り付けてやるからな。E型班の皆さん怖い。いや甲賀様もだいぶなんていうかあれな人だったけど、やっぱり E型班ってろくでもないんだみたいな。うん、これはどうしよう。まあ今回は普通にお話を聞いて手伝ってあげようか。おう、うん、ん、欲しい、欲しい、ちょっと待って、うん、欲しいです。なんだ、はあ、まあお前がどうしてもって言うなら999ルピーで新品を売ってやってもいいぞ。ただし一般団員に売ったことがバレたら俺様もまずいことになる。受け渡しは外になるがいいか。なるほど、外まで出してくれるってこと。うん、お前をタイヤが擦れるか擦れないかのところにくくりつけてやるからな。タイヤが擦れるか擦れないかのところ、それはさっきのトゲの人を思い出しますね。このタイヤが擦れそうなところがちょうどいいんだみたいな、この辺り貼り付けられてしまう。うん、なるほど、じゃあこっそり手伝ってあげよう、反対側にくっつけて。いたずらはよせって言ってる。向きはちゃんと反対だろうな。こうな。お、ちょうどそこにつけられそう。おい、いい加減にしろ、それは修理中の車体だと言ってるだろ。貴様の頭の中も修理してやろうか。ああ怒られただけだ。うん、じゃあちゃんとつけてみたらどうなるかな。ここにシャキーン。あれ、うん、ダメだ、つける場所間違えたわけじゃないよな。いたずらすると怒られてしまう。手伝ってあげたのにな。これでなんかあのタイヤの向きが逆だったらごめんなさい。おお、いっぱいある。うん、お、君に問おう。何でしょう、あっちの趣味の悪いトゲックスとこの滑るデス3、滑るデス3、どちらが美しいかね。さようなら、問う相手を間違えたよ。ごめんね。じゃあちょっとよいしょしておこうかな、新人だから。再び
滑るデス3の方がかっこいいです。美しい。ふっ、あまりに簡単な質問だったな。この滑るデス3はあんな見かけ倒しの代物とは違う。シンプルの中にある一点の狂気、それこそ狂気。どうかね、この狂気がわかる君にだけ99ルピーで新品を売ってやってもいいぞ。まさかの破格。うん、受け渡しは外になるがいいかね。ちょっと待って、なんでそんなに差があるんですか。うん、これは、なるほど。ああ。いらないんだよな。何？お前をライトと向かい合わせにしてやる。なんでそんなにさ、断った時のバリエーションがあるのよ。うん、ライトと向かい合わせになるようになる。それは目を閉じてても眩しいやつ。なんというひどい拷問だ。うん、イーガダンアジと普通にこうやって会話ができるの楽しいな。うん、前作ではここに侵入するっていう、潜入かするっていうミッションがありましたけど、あれは大変だったな。うん、俺の記憶が正しければこっちが宝物庫。如来の兜の開発日誌を読みますか。お、ゲルド族に代々伝わる神器雷鳴の兜、一切の電撃を弾くその兜を盗み出すことに成功したものの、すぐに奪い返されてしまった。幼き族長だと思って油断してしまったマキア・ルージュ、彼女には気をつけろ。取り戻したのはリンクだったはずなんだけど、この世界だとルージュ様がやったんだね。雷鳴の兜は奪還されてしまったものの、我らはすでに解析を終わらせていた。しかし神器と呼ばれるだけあって、雷を受け付けない素材や宝石集めは難航。特殊な技法を用いて組まれた複雑な構造に我々は幾度となく失敗を繰り返した。これはプロジェクトイーガーダーン。落雷を浴び生死の境目をさまよったことを数え切れず、体力の限界を迎えようとしていた時、旅人に変装し情報を集める諜報員から宝合に関する貴重な情報が届いた。デザイナーを目指していた旅人と意気投合し情報を得たようだ。その情報をもとに再度組み直したところ、雷を弾くことに初めて成功。我々はこれを如来の兜と名付けた。すごい。ゲルド族の神器雷鳴の兜も選ばれし者しか使えないと聞くが、如来の兜も同様に使い手を選ぶものであった。技術だけでなく相性などもあるようで、安定して使えるものはほとんどいなかった。そのため如来の兜の使い手を育てることにした。どういう兜だよ。私は実験で受けた雷によりもう体が限界で、後継者を残す時間はなさそうだ。たった一つしか作れなかったが、如来の兜をかぶったイーガダンがハイラル王家を破滅に導く日を夢見てここに記録を残す。多分だけど、雷を弾いたりっていうか、そもそもハイラルのその人たちあんまり電撃攻撃使ってこないと思うんだけど。うん、それはそれとして、うん、なるほど、如来の兜か。雷耐性が兜一つでなんとかなるんだったら、その上半身と下半身をね、雷光シリーズにしてしまえばいいから。うん、お、誰かいるけど、なんかちょっと雰囲気が怖い。
打倒リンクだ。あ、これが五行の兜。おお、雷鳴の兜に似てる。うん、雷鳴の兜は似てるよな。元々の雷鳴の兜とちょっと比べないと何とも言えないけど、こんな感じだった気がする。ただもうちょっと上はすっぽりと入る感じだったような。うん、これください。 お前が新入りか。ここは我らの鍛錬場だ。ゼルダ不在の今が残った奴らを叩き潰す好機。しかしお月の剣士リンクはしぶとくも生きている姿が確認されている。悔しいが奴は手強い。我ら一人一人が己を磨かねば奴は倒せん。お前もここで鍛錬していくがいい。結果を出した者にはこの五雷の兜を与える。これは一切の電撃を受け付けぬ我らの仁義。あまりにも強力な武具ゆえ鍛え抜かれた者しか扱えぬ知るものだ。鍛錬とは決められた時間の間延々と団員たちと組手を行うものだ。倒した人数によって与える褒美も違ってくる。そうだな、お前の強さを測ることも兼ねて、まずは1分以内に3人倒すってのはどうだ。ふむ、本来なら稽古代として100ルピー必要なんだが、新入りってことで最初だけ金はなしにしてやろう。ただし挑んだら最後まで値を上げることは許さん。なるほど、褒美のことを詳しく。新入りのくせに褒美が気になるとはな。いいだろう、その欲深さ悪くない。3人倒せばここで鍛錬した証としてイーガ団の記事を渡す。6人倒せば我らの奥義ドトンの術を伝授する。え、それ教えてもらえるの？そして9人倒せば我らの神器五雷の兜がお前のものとなる。まあ五雷の兜を手にした者は未だかつておらぬがな。うん、なるほど。やっぱり後で。鍛錬なくしてあの憎き剣士には勝てんぞ。うん、なんか思ったよりも幹部がうんぬんかんぬんとかいう話出てこない。せっかく取っておいたのに。お、うん、一応スタ。お前は甲賀様の敵大罪人のリンクみたいな髪の毛じゃねえか。演技でもねえ。髪の毛、なるほど、確かにカラーリングは完全になんていうかまとめてきたんですけど、イーガ団つったら漆黒のブラックだろうが。いや、漆黒のブラックってなんだよ。ブラックな漆黒かよ。うん、そんなチャラチャラしたやつを通すわけにはいかねえな。お前みたいなやつは一回しごかれてこいや。うん、あの櫓の上が鍛錬場だ。あそこでその根性は叩き直してもらうんだな。一回でも鍛錬を受けたらここは通してやってもいいぜ。生きて帰って来られたらならだけどな。うん、意地悪な奴らが多いな。ふうよっ。おおー、このトゲトゲに圧迫される感じ懐かしい。よし、一旦こっちに出て。この辺りに何か変なものないかな。うん、大丈夫そう。そういえばこの、おお、アジトにもなんか棚がいっぱいあって、その上にバナナが置かれてて、バナナを落とすと他のイーガ団がそう、なんていうか釣られて隙を見せるっていうねことがありましたけど、ドン。特に転ぶとは関係なかったぜ。うん、おや、こっちにも刺さっている。
ここは刺さってない。刺さってない。なんだ、中途半端だな。なんか4つのうち3つ刺さってたらコログっぽいかなって感じがしたけど、そんなことはなかったぜ。うん、あそこを燃やせそうだな。うん、火炎の実を投げつけてしまえばよかろうとか言って内心思ったけど、あれ、あ、燃えた。これ普通にこうやってるだけでいいのでは。うん、よし、さっきのトゲトゲゾーン特にクリアすることもなく普通にここに来れる。うん、じゃあこれはもらうだけもらって、ほい、松明の方が大事かって言われたらちょっと疑わしいところだけど、宝箱はまだあるね。でも奥の方じゃないんだな、手前側なんだ。ふむ、こっち？おお、見落としていたかな。この辺りか。あー、さっきの、そっかそっか、牢屋の。そういえばどうやって行くんだろう、忘れてたよ。向こう側、向こう側、ここが怪しいのか。ここから、うん、でもそこでしょ。下から入る？でもここからさらに下、あー、あったー、よく確認するべきだわ、よかった。誰も見てないな、これは。おい、テレレレレレン。またなんか、あれ？ん？お？ちょっと待って。お、あ、壊せなかっただけかも。もう一回。あ、そうじゃない、向こうが燃え出した。なんだ、うん、つまりここ、ん、こう？そういうことなの？でもまあいけないよね。いけないことは確か。とりあえず上の方に登って下に行けそうな場所？洞窟とかがあるってことかな？どうなんだろう、他に入れそうなルート。ちょうどこの真下あたり。なるほど、意外と難解なのでは。あー、しかしプレイ時間が結構まずいことになっているな。一旦ここは引き下がって、うん、この辺りに桜ってあったっけ。悟り山まで行って
桜にお供え物してその眺望台とかワープマーカーに戻ってくればわかるかな。うん、なるほど。意外と解けない生き方が。うん、寒っ。よし、じゃあ今回はここで一旦区切っておいて、次回はあの入団試験じゃなくて鍛錬か、鍛錬やったりとか、あの全然その幹部に関する話が全くなかったんで、幹部試験わざわざスルーしてたことが全く何の役にも立たないんだけど、うん、なるほど。あれ、もしかしてあのスベルデス3とかトゲックスとかを使わないといけないとか、そういうパターンなのでは。なんかいかにもなんかちょっと壊せそうな雰囲気だったし。うん、そういうわけで謎が残ったところで、じゃあ今回はここで一旦区切っておきたいかなと思います。じゃあまた次回よろしくお願いいたします。さあ、というわけでおまけ編というか延長戦でございます。さあ、前回じゃないや、ついさっきね、ここ亀裂を破壊して向こう側に何かあるんじゃないかっていうところまで分かったんですが、その後ね一旦区切りをつけていたんですけど、一応また探索に行きまして、この怪しげなずれたような跡、怪しいと思ってここでね動かせないかなとか、何かあるんじゃないかなってちょっと思ったりもしたんだけど、これは全く関係がなかった。そしてこっち、ついねこのスベルデス3に目を奪われていたんだけど、ここの操縦桿握って楽しんでたら、ててん、なんじゃこりゃと気づくことができました。これだ。ほい、おお、爆弾で開けていくのはすごくゼルダっぽいな。テレレレレレレレン。お、せっかくだからマスターソードにも岩をつければ普通に採掘できる武器になるか。おー、イーガ団構成員が完全に交付に、ふう、あー通れたからいいや。さっきのところがこれか。よっ、よーし、たどり着いた。忍び役、まあちょっとレベル1ってところがしょぼい気もするけど、ここまで来れたのが何よりのご褒美ということにしておこうかな。うん、マップで見るとあえて上に上がるという必要はなさそうだな。うん、じゃあいいでしょう、謎が一つ解けたところで。じゃあ改めてまた次回よろしくお願いいたします。